何かに つけられてる。ハクちゃんは多分幽霊の中でも要注意人物。それとも野生動物が入ってきます。違う、野生動物じゃねえぞこれ。ラン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 。ゲー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 のゲー。夜は墓場で運動会。今ムイはカッちゃんの結界の中入ってます？うん、結界なんか入ってねえもんね。よしよし。夜は天のトンネルで撮影だ。楽しいな。暗いけど別になんだよな。さあ、良いですかな？あのね、今俺が注目したのは、あの、いいって聞く前にかっちゃんの顔がすげえ困惑してたからだよ。行く？いや、なんかうわーっていう、なんかさ、そう、なんかほら、また風吹いてくるぞ。むしろ座れてる感ありますけど。やべえな。頑張れ。頑張れ。いいですか？行け。ゴー。何し、意識、意識を。なんかないかな。元見えてます？見えてるよ。俺は常に人生の足元を見えてる。見えてねえか。ネガティブじゃねえか。本当にアカン音がしたけど、やべえ音した今。はい、今ね、今ね全然違った。この上に消えていきました。上に消えてった。スーッと上に上がりましたね。いやー、怖いなー、怖いなー。こんなやつがまだあと2つも残ったら怖いなー。今日はムイ君が先頭です。でも別に何も感じないんだよな。いいな、そういうの好きだな。ちょっと待て。いや、今俺の服を引っ張ったぞ、クソ。ちょっと待てよ、お前。ちょっと待て。俺は、怖いんだ。俺は一瞬で目の前にコウモリが飛んでるのかよ。ビビるわ、びっくりした。あ、怖い怖い。バットマン。マスクもとこんとやべえな、バイキン通るな。そうですな。ナイトライダー。はい、道のトンネル帰ってきました。ご感想は？してみ。さっきの風よりもなくなったでしょ。そうですね。全部逃がした。徹底抗戦の構えじゃないか。もう戦闘モードです。
戦闘モードになると IQ になります。なくなります。何もそういう幽霊の証拠的なものが全部消します。全部逃がします。ところでないドラン。サタンの力を借りればこんなもんですね。あ、どうしたろう。それで何パーセントぐらい全体本気の。いや 40% ぐらいでいけるぐらいだった。スーッと上に上がってたり、ね、ピッて目を追えるぐらいのスピード。なんていうかさ、スーパーサイヤ人4のさ 40% って言ったらさ、まあまあな強敵を相手、うん、結構強いぞ。ベビー第1形態ぐらいあるんだよ。多分よ、夜になったらこれすげえ化けるの怖いな。まあ夜の方が本領だからね、うん、鬼滅か。俺たちはいつだってお前らの有利なところで戦ってんだ。まだまだ練習不足やな俺は。まだまだ未熟やな。クロエルが待っとけよ。さあ、ここであなたが感じたことを。お、でっけえ魚がおる。なんかいた、うん、でっけえ魚このぐらいの。おう、釣りがいのありそう。さあ、一回見てみない。見て、ほら下を見てごらん。あんなこと。何も感じんやろ。うん。でも実際は今何体ぐらいいます、下に。これ何にもいない。あ、全部追い払いましたか。すげえ風が吹いてきたね。全力で追いやろうとしてる俺ら。正しくなってきましたよ。ほら他吹いてないから、もうあれ見てみ。向こうビタいつも動いてねえや。だろう。いやー本当に。ねえのか。ここが2番目が一番まだマシ。全然 OK。 ただここにはあの、へい、横一列にブワーポンポンポン取るのがございます。あーやだな、この声、ここだけこの声が聞こえるんだよ。ここだけ反響しねえんだよ、声がしっかり聞こえちゃう。うん、気持ち悪いので聞こえる。出ていけ的なそういう声。ピピ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 。ルートっぽく見えるけどこれルートじゃないよな。はい。ってなんか聞こえるの。あ、今日みたいな、それが。うん。どう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 どんだからだってで、なんかしなんかこうやってこういう喋り方しておる。何一つ除霊できておりませんけど大丈夫か。むしろそのお経が効いてるからここ少ないのか。除霊なんかしてねえだろこんな。除霊しないし、ね。だからその除霊しとるのは卓球の張本君だけじゃない。除霊っつっとるやん。知らん。あ、さあ一番最初のトンネルです。戻ってまいりました。いやあれあれ。ここ行くの。帰り道ないですよ。嘘、どっかないかな。そっか、行くしかねえもんな。ここは嫌だな。あれだ、バンド近いのかな。なんで正気の戻り方が3回とも晩飯なんだ。
パワースポットは何やったんや俺ら。今回距離的に心霊スポットとパワースポット交互に行く感じだからな、よくないなこれ。他のパワースポット心霊スポットあるのかな。もう候補にあったけど、もうここで十分じゃないかなと思ってる。俺も多分な。まあ、来たければ。まあ、君の案だから俺何も言えんけどさ。行くと思ってこいよ。ね。大丈夫、ドルバンの時は。トンネルあるってこと知らんかったの？いや、トンネルあるって思ってたけど、もうハイキングコースになってるって言ってたんで、じゃあ明かりあるなって普通に思ってしまった。治療が足りない。海王様のこと知らんかった。もうちょっと明かり後ろの方がいいですよ。うん、いいけど、あなたがつまずいたらここは行かなきゃいけないな。だし俺、クラクも見えてるから、ね、目で見なくても。無理が足をくじいてもなんもないけど、あなたに足くじかれると困るのよ。俺足くじかんもん、君と違って。さて、ノコモンと会話してるけど、幽霊はどんな感じ？いや、全員消す。みんな、消えてる。面白い。さっきより、体調が違ってたらしい。そうですね、なんか緩やかっていうか。やろう。最後のコマンとかも反響するんだけど、それ以外は。全くなかったよ。普通真ん中が反響するやん。うん。出口はまだ反響しんやん。はい、さっきの数秒だけ反響したやろ、今度は。うん。あれが今までが映像をくぐってきた。どこじゃ。よいしょ。レイジを小さくしやがったな。面白い。面白いな。小さくしやがった向こうのファンがね。そうやろ。この表面よりですが、締められるのか。それはただ単に締め出しから切るんですかね。へい。バッテリーもったいない。それはただ単に締め出しから切るだけじゃないの。よいしょ。あ、気持ち悪かった。マナーはつけてない。あら？オッケー。はい、お疲れ様でございます。まだ終わってないんだよな、この、ここにいる間は。どこ？え、だから、この山全体、通り全体気持ち悪いんじゃないの？うん。いや、これを、入った瞬間、血管が膨らんだもんな。それは何？本能的な恐怖的なことってこと？恐怖的、本能的な恐怖。汗かいとるの？うん、暑い。いいな、若いって。こんだけ歩いてますもでんもれ。寒いばっかで。なんならかっちゃんの方が薄着だと思うんだけどな。これ油汗は出とるやんぞ。恐怖。ああ、そっちか、そういうことか。運動的なイメージじゃないのね。怖くて怖くて。怖い、うん。逆にこの程度で汗かかないっていうのは運動慣れしてる証拠では。なことない。怖いね。寒いやって、いまだに。暑いのに寒いって。まあ、落ち着くかどうかは知らんけど、一段落したら車に戻って、吊り橋チェックですわ。どこの？池の。